やあ諸君、第6の異文体妖精国ブリテンでの旅路は万能の天才ダヴィンチちゃんと一緒に振り返っていこう。何を隠そう、今回は私も現地調査に赴いたからね。第5の異文体を乗り切ったカルデアは次の目標である南米異文体を目指して準備を進めていた。そんな矢先、すでに空想樹は失われ脅威にはなり得ないと思われていたブリテン異文体から星の終わりの未来が観測された。マスターとマシュ・キリエライト、円卓の騎士トリスタン、そしてこの私レオナルド・ダ・ヴィンチの4名は第6の異文体ブリテン島に上陸するも、入ったが最後、徐々に自らの名前と記憶を失う異界の常識七種の森によってチリチリになってしまった。コーンウォールの村で目を覚ましたマスターは同じように村に流れ着いていた現地の妖精アルトリア・キャスターと知り合い仲間に。離れずにいたトリスタンの活躍もあり3名は七種の森から脱出。新たに妖精王オベロンという頼れる協力者も得て、妖精国で最も美しい町ソールズベリーに到着し、宿屋で給仕をしていた私と合流した。私たちはマシュとの合流を最優先にしつつ妖精国のさまざまな情報を入手する。この異文体の王であるモルガンの支配のもと、妖精たちは風、土、羽、牙、王、鏡の6つの氏族に分かれ暮らしていた。モルガンに付き従う反人類史の英霊の名を持つ3期の妖精騎士、そしてモルガンを倒すと言われる予言の子、6つの氏族の王者たちが管理する鐘つき堂で鐘を鳴らす巡礼の旅を無事にこなした時、予言の子はモルガンを倒し真の王になるというのが予言の内容だった。マシュ探しの旅に出た私たちは数多の冒険を経て厄災が訪れると予言されたススの町ノリッチに到着。そこで見たものはなんともう一人の予言の子として妖精たちに指示されていたマシュだった。多くの戦いと別れの末6つの鐘は鳴りキャメロットでの全面戦争を迎えた。妖精国全土を震わせた戦いから数日後、ソールズベリーでは新しい王を迎えるべく戴冠式が行われようとしていた。全てが良い方向に切り替わるめでたい日、予言にあった最後の一節の成就まであと少し。第6異文体が迎える結末は誰も想像しなかった形で訪れようとしていた。